はい、おはようございます。都民ファーストの会大賞おめでとうございます。さあ、公式戦30連勝をかけて対局しましたが、藤井聡太さん残念、今後に期待しております。はい、さてさて、朝ごはんこんな感じ、ね、まあ朝はシンプルな方がいいかな。うんね、あんまりごちゃごちゃしても残るからね、もったいない。逆にね、これぐらいがいい。そしてトニカのお弁当、キウイの上にそのまんま柚子を3本乗せるというおしゃれね、おしゃれなデザートもついてますよ。そして皆さんの今日のお弁当、どうですか、どうですか、ね、はい、酢豚に、ミートボール、エビフライに、きんぴらごぼう、そして手羽先のふくら焼きでございます。オーブンでね、はい、こんな感じでございますよ。日本中が注目した昨日の対局、こんな感じですね。お疲れ様でした。またどうぞよろしく。じゃあの、日本ハム大谷翔平が投手としても復帰、2軍戦でマウンドに立つと、
はい、おはようございます。さあ、新しい朝が来た月曜日でございます。憂鬱朝ごはんこんな感じ、うん、お弁当の残りを、適当に盛り付けてみましたね。はい、クニ君のはこれ、がっつりだね。さあ、そしてこんな感じ、今日は竜田揚げ弁当ね、竜田揚げびっしり、ね、詰めてみました。そしてナポリタンハンバーグもこんな感じ、ね、焼きそばハンバーグもこんな感じ、焼きそばハンバーグ、ね、で海苔弁だよ、こんなんだよ、はい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 、こんな感じでどうでしょう。はい、じっくりじっくり見せます。はい、以上でございます。ありがとうございました。また後ほどよろしくね。
お疲れ様でした。今日のお弁当と朝ごはんね。朝ごはんはね、これちょっと質素に見えますが、昨日の酢豚とヒレカツがね、とあとなんだっけな、ナポリタンパスタですか、パスタというかね、ナポリタンパスタが、まあ、余ってるんで、まあ、それをつまんでいただきたいと。まあ結構残ってるんでね、朝も昨日の残りをちょっとさばいていただきたい。ちょっと作りすぎたね昨日はね。はい、というわけでお弁当こんな感じ。ずらずらずらと、ダーン、ダーン、ダーン。まあでも今日ちょっと色味的に地味ですかね、こんな感じ。うん、まあ、細かく言うと、昨日の残りのヒレカツにお惣菜、そして冷しゃぶごま味でごまだれでございます。それと、野菜とミートボールでございます。はい、ちょっとねシンプルでございますけど、はい、色味的にも、うん、ちょっと地味かな。黄色が入らないとね。うん、こんな感じです。今日本日ちょっと地味。うん、地味ですね。はい、というわけでお疲れ様でした。ありがとうございました。さて今日はね、朝国くんがいるんだ。これ朝国くん昨日夜更かししたからね。うん、幼稚園行きたくないのコーナーでしょ。はい、チラーっとセクシー。クイーンくん、なんか一言ください。おはよう、おはよう。うるせえと、うるせえと、うるせえと。どうもありがとうございました。うるせえと、ね、どうもお腹。
おはようございます。さて今日のお弁当、まずくにくんのこんな感じ、ぎっしりだね。はい、そしてずらっときたのが今日のお弁当でございます。ずら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 、いかがでしょうか。いいねいいね。さあこのゆっくり行こうか。こちらで、ね、エビフライ、マッシュポテトにウインナー、つくねにシューマイ、グラタンにマカロニサラダと来ております。いかがでございましょうか。はい、ドンドン、迫力いいかな。このアングリーかな、このアングリーでしょうか。はいはいはい、はい、九州から関東にかけては30度近く、ありがとうございます。続きまして朝ごはん行ってみよう。
はい、お疲れ様です。さあ、朝ごはんはこんな感じで、弁当の残り物を乗せてみた感じね。今日も同じものを朝と昼食べるよね。はい、そしてお弁当はこんな感じです。はい、綺麗にまとまってます。ありがとうございましたね。あ、ちょっと言うの早かった。はい、こんな感じ。アップ、こんな感じです。はい、はい、で、くにくんの、はい、はい、いかがでしょうか。同様同様、今日は月曜なんつって。はい、お疲れ様でした。またどうぞ。
はい、お疲れ様です。今日のお弁当ちょっと脂っこいかもしれませんけど、ミックスフライ弁当でございますよ、ね、エビフライ、からイカ、からエビのタルタルソースでございます。はいはい、そしてサラダにこれまたエビの香味焼きだかなんかね、なんか珍しいのが出てたんですけど、ちょっとチャレンジしてみました。はい、こんな感じでございます。ね、嫁ちゃんの、これは太る、ね、時刻は6時35分になりました、はい、これまでに入っているニュースをまとめてお伝えします。今日ちょっと色味的にはシンプルですね。東日本大震災についてちょっと赤が欲しかったかな。赤あるんだけど、真ん中にもうちょっとね色味があれば、卵焼きにすればよかったかな。これはまあ、でも卵被るか、まあ、いろいろと、いろいろと思いは馳せるものでございます。それでは引き続き朝ごはんです。よろしくどうぞ。はい、お疲れ様でした。さあ、今日の朝ごはん結構豪華、ハンバーグエッグでございますね。それにね、お弁当にも入ってるイカフライをちょっと添えてみましたけど、まあ、シンプルだけどガッツリいっちゃってくださいと、ね、これは食べるでしょう。はい、くにくんの、ね、天むす、エビフライ天むすね、うん、ね、エビフライと天丼タレは合うかな、甘ければいいかな。というわけで、はい、こんな感じ。うん、ここら辺がなんかね、一食欲しいね、うん、反省点ここら辺に一食挟みたい。まあでも、まあ、これはこれでいいんじゃないですかね。はい、まあ、茶色固まっちゃったな。近くで見るとそうじゃないんだけど、増え続ける外国人観光客をターゲットに絞っていて、特にアジア圏の女性からは評判がいいと言います。いいよ。さらに日本らしさも強調、マーテストこんな感じですね。はい、お疲れ様です。また後ほど。